losing time, I'm fading fast. I just wanna... おはよう。みんな早いね。やあ、ドンファン。君が遅いんだよ。昨日は伸びすぎたんじゃないかな。おはよう、チンピンコレクター。そんなことはないよ。ゆうべは君の方が先に潰れてなかったかな。何やってんすか、あなたたちは。私は決して潰れたわけではない。ただ一昨日まで睡眠不足が続いていてね、疲れが出てしまったんだよ。そして私の二つ名は、永遠に探求を続ける数学者に改めてもらおうか。それを言うなら僕だってドンファンなんて不本意だよ。女の子に告白されることが多かったのは単なる確率じゃない。好きで人を集めたわけじゃないよ。大方君のプレイスタイルから普段の生活がプロファイルされたのだろうよ。え、そんなのってありなの？ああ、その話が出た頃お前もう寝てたか。あれは昨日のゲームでつけられたあだ名。クリアした後に成績と称号がつけられんの。一輝さんがドンファン、ケントさんがチンピンコレクター。割とまんまだよな。な、ちなみにお前魔性の女だったから。だって惚れられて殺されたり、惚れられて監禁されたり、散々だっただろ。そういうシーンはヒーローだったよね。なかなかもらえる称号じゃないと思うよ。そうだな、文句のつけようがない人生だったと言えるだろう。後半は彼女をサポートするために少し無理をしたようだったがね。いや、サポートっつうか救助？いや、急な。こいつほっとくと事件会いすぎなんですよ。俺と会った後も貴族みたいな男に誘拐されたり、なぜかテロに巻き込まれたり、変なアラビア世界に飛ばされたり、どでかい刀突きつけられたり。マジでそこだけ世界違ってたから。まあ、君の徹底的なガードのおかげで彼女も無事ゴールを迎えられて何よりだったな。俺は苦労しましたけどね。けれど皆さん揃ってハッピーエンドを迎えられたのはすごいことですわよね。な、パワフルマザー。おはよう、パワフルマザー。いたのか、パワフルマザー。おやめになって。それはあの、ええ、せっかく申し込んでいただきましたし、ことあるごとに誠意を見せてくださいましたので、もちろん私は一輝様の幸せのために生まれてきたと思っておりますのよ。でもそのありがとうございます。いや、ゲームの話ですからね。たとえゲームの話にしても、パワフルマザーのパワフルさはなかなか見応えのあるものだったな。三男三女に恵まれたリカ君は家事、育児、パート、手習い、慈善事業も行い、
それは多忙な日々を過ごしていた。その良妻賢母ぶりはご近所に鳴り響き、区議会議員に押す声もあったほどだ。まあ、君自身も家庭環境には恵まれていたがね。ごく普通にね。前半トラブルが多かった分、理科に出遅れた感じはあったよね。そりゃ何とかしたかったけど、俺一人じゃ裁ききれないんですよ。トーマがいればさ。何でもない。とりあえず朝飯にしません？いいね。僕朝はジュースかコーヒーでいいや。一休、それは朝食とは言わない。一輝様、私朝の弱い一輝様にも飲みやすいよう野菜スープを研究しておりますの。へえ、そうなんだ。ありがとう、リカ。光栄にございます。それじゃ、ここで解散ってことで。お疲れ様でした。って、本来は2組別々で来たのに、改めて解散ってのも変な話ですけどね。いや、シン君、本来は3組だ。前回の旅行同様、リカ君は独自の情報網で突然合流しただけだからな。ああ、そうでしたね。じゃあ3組、ここで分かりましょう。俺とこいつは家近いんで一緒に帰ります。それでいいよな？私はここから別行動するよ。少し大学に寄って行きたいのでね。それじゃあみんな気をつけて、よかったらまた飲もうね。君今年20歳だよね。ちょっと一輝さん、空気だけで気分悪くした人間に何言ってるんですか。俺が二十歳になった頃、また誘ってください。それは遠すぎるというものだろう。まあ近々店に行くよ。次の約束はその時にな。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。さて、俺たちも行くか。ん？どうした？思い出、書き換えられた？あのバカのこと、俺がしたこと、苦しいだけの思い出じゃなくなった？だろうな。俺も難しい。トーマに会いたい。
まあ実際会えないだろう。俺はともかくあいつが会いたがらないと思うから。でもそうだな、寂しいのかもしれないな。出た。お前怪我したって本当？大丈夫なの？電話出られるの？あ、くそ、騙された。久しぶりに親越しに連絡よこしたら嘘って。あいつ本当。おばさんもうちの親もお前が大怪我したらしいってめちゃくちゃ焦ってたぞ。後でしっかりフォローさせないと、あれ大事になるからなって。あいつも分かってるだろうけどさ、はあ、っていうわけだから別に用はないよ。真に騙されました。元気？健康状態は良好。ちゃんと生活してるよ。遠いとこ。でも普通に大学行ってるし、バイトして勉強してる。飯はうまいし、誰かさんが人ん家を寝床代わりに転がり込んでくることもなくて、勉強はかどるよ。それはちょっとな。お前らに合わす顔はないでしょ。シンが嫌がるだろうしさ。どうかな。そんなことあったかもな。でもあの頃のシンと俺とは違うよ。俺同情されていい立場じゃないだろう。まあそうだな。お前たちが結婚するときは教えてよ。祝えるかわかんないけどさ。もう？早っ。そっか。つっても正式なのはまだ先の話だろ。じゃあまあまだ仮にだけど、おめでとう。あのさ、お前が真のとこに行くこと嫌だと思ってるわけじゃないよ。祝えるはずだって思ってた。
預けられるやつなんか真しかいないだろって思ってたんだ。今でもそう思ってる。でもなんであんなことをしたんだろうな。俺にもよくわかんないんだ。そうだな。じゃあまた。ああ、来たか。ちょっと待って。いらっしゃい。その様子だと、なんかリアクションあった？うん、元気そうだった。何それ、俺のこと？おい、久しぶりの電話で言うことが俺への嫌味かよ。わかってる。あいつ素直に寂しいとか言わないから。あ、そっか。焼かないわけじゃないからな。大好きじゃ足りない。俺はお前のこと愛してるよ。
何言うかと思えばそれかよ。起こされた。せめてもうちょっと色っぽい言葉で起こしてほしかったんだけど。なあ、好きとか愛してるとか、キスでも手握るとかでもいいし、とりあえず可愛いはないだろ。おい、何度でも聞くけど、お前俺を何だと思ってるの？食べられちゃいそうね。まあそう思ってんならいいけど、でもタイミング悪いんじゃない？こんな場所で言う言葉かどうかよく考えていった。本当に食べるかもしんないよ。何？今さら怖いとか言うなよ。もしかしてまだ具合悪い？お邪魔します。なあ、これさくらんぼ買ってきたんだけど、冷蔵庫入れていい？駅前で売ってたんだけどさ、3パック300円とか言うんだよ。むちゃくちゃだろ。遺伝子改良したら甘くなりすぎて、もはやさくらんぼの味じゃないとか言って売れ残ったんだって。まあ試食したら確かにパフェに乗ってる砂糖漬けの味だったけど、俺は甘い方が好きだし。いや、試験の結果連絡があったから知らせに来た。合格。合格、当然。
バカ、泣くなよ。そう言ってあいつが返信よこしたことないだろ。ま、どこかからか聞くんじゃないの。なんだかんだ言って同じ放送回目指してんだし。つうか知られたくないよな。あいつにはずっと法律興味ないとか言ってたけど、結局同じ道選んでさ、トーマと同じ道に憧れてたとか思われたら屈辱で死ぬんだけど俺。ねえよ、お前までそんなこと言うな。法律がどうとかじゃなくて、俺の家が苦労したから手に職つけたいと思ったんだよ。確実に職にありつけて学費補助があってって考えてたらこうなったの。ただ金銭的に難しいと思ってたから最初は選択肢から外してただけ。それをお前の努力見て。ってこの話何度もしたよな。まあそういうこと。そうなんのか。リアルに想像したらやめたくなってきた。うん、なあ、甘えていい？エロいことって言おうと思ったけど、やっぱ歌って。何か好きなの？ん？何？あのさ、いい加減そういうのって子供に対してやってやるべきだと思わない？俺22で、これ就職の話なんだけど、チョコケーキでいいのかよ。パイ系ってパサつくんだよ。いやまあ確かに俺はチョコケーキが好きだけど、それはそれでもらうとして、もうちょっと望んでいい？プレゼントはお前がいい。でもまだ別々に暮らしてるだろ。別の親がいて別の食事してる。それも全部俺のものにさせて。結婚しよう。大学上がる前から言ってたよな、いずれは結婚するつもりで付き合ってるって。それ具体的な話として考えてほしい。俺の名前になることとか
一緒に住むこととか。あと、お前がやりたいなら、結婚式の日程とか。母親も見たがるだろうし、やんないっつうわけにはいかないか。じゃあ、まあそれはやる方向で。お前が断るとは思ってないけど、タイミングとかあるだろうから、よく考えて返事しろよ。別に、あと何年か待ってって言われても、俺は困んない。待ってられる。待ってる間は、お前が欲しくて辛いかもしんないけど、それは責任取れよ。な、まずはゆっくり考えてみて。いや、だからさ。わかってる。ごめんな。うん。まあ、お前ならそう言うと思った。でも、胃がねじ切れそうだった。あんまり待ってやれなくてごめん。でも、早くお前を堂々と俺のものにしたいんだ。結婚しよう。幸せにする。ってお前、この状況で第一声が冬馬かよ。ま、連絡取れたらな。あいつ気が向いた時に近況報告よこすくらいしかしないし。今は、俺のために歌って。いろんな声で。うん。教授にはすげえ面倒見てもらったから、ほんと感謝してる。でもお前、俺の嫁さんとか呼ばれて、喜びすぎだろ。
あのさ、そんなの前から時々呼ばれてなかった？俺の友達なんか大体お前のこと嫁って言ってただろ。はしゃいでんじゃねえよ、可愛いだろ。もう言わない。ほら帰るぞ。お前、去年卒業した時もそう言ってただろ。別に来たかったら来ればいいんじゃない、今日みたいに。バンドとか教室でデートしたこととか。でも今だって幼稚園で毎日歌歌ってるし、俺ともしょっちゅう会ってるだろ。どうした、知り合いでもいた？いいよ、一緒に行く。ちょ、借金背負って夜逃げって、それ俺の話？どこ情報よ。お前冗談きついね。いや、だって先輩突然いなくなるんですもん。トーマ先輩あんな頑張ってたのに、試験どうすんのかなってみんな言ってたんですよ。試験なら合格しました。今日は教授にその報告。え、マジっすか？じゃあ評価出てストレートで。さすがトーマ先輩。で、今どこに住んでんすか？ああ、今ね、まあちょっと離れたとこにいんだけど、もう少し近いとこを越してこようかって考え中。まあ仕事するならやっぱこの辺の方がいいですしね。そうなんだよね、結局。どこ行ってたんだよ、バカトーマ。お前、シン！うわ、ごめん、俺帰るわ。待て、話すことが山のようにあるんだよ。って言われても。ああ、とりあえず3人にしてもらってもいいかな。あ、すんません、それじゃあまた。はあ、たく、なんつう偶然だよ。嬉しくない奇跡だな。とりあえず久しぶり。二人とも元気そうだな。お前もな。つうかさ、俺の言いたいことはわかると思うけど。おう。連絡しろよ。言いづらいのはわかるから、帰ってこいとは言わないけど、
連絡はつくようにしとけ。心配すんだろ。うん。え？お前の言いたいことってそれ？そうだよ。あとは近況報告とか。いや、近況報告ってそれ俺がしていい筋のことなの？幼馴染に近況報告して何が悪いの？とりあえず直近だと俺最短で司法試験通ったから、これから司法研修。お前も法科卒業だよな。司法研修一緒になったらとりあえず笑っとく。今話聞こえたけど、お前も合格報告に来たんだって？それ俺も。だからここで会ったのは奇跡でも何でもない。同じ試験受けて同じ日に合格の連絡来たんだから、偶然じゃなくて必然の類。ちょ待って、それいろいろ初耳。あとこいつと結婚することにした。近いうち就職決まったらな。こいつがすげえ知らせたがってたから一番に報告しとく。なんか異論ある？いや、え？なんで俺怒涛のごとく近況報告されてんの？つうかお前らはさ、俺のことを恨んでないわけ？なんでそうフレンドリーなのよ。そう来ると思ったよ。その返事したいのに行方くらましてんじゃねえよ。あのさ、清算するために向き合ったんだろ？俺は決着ついたこといつまでも根に持たねえよ。それは潔すぎだよ、シン。俺がしたことはそんな理屈で許せることじゃないでしょうが。お前の理屈と俺の理屈は違うの。この場合どっちかというと俺の理屈の方が一般的じゃないの？そもそも俺はお前たちに許されていい立場じゃないよ。俺は性格悪いからさ、今だってなんて答えておけばお前たちの心象が良くなるかなんて考えてるんだよ。こういう男をお前たち許せるの？許していいと思うわけ？思い上がんな。お前が善人だなんて20年前から思ったことないっつうの。今さらお前はいいやつだと思ってたのになんて綺麗事言わねえよ。お前は昔から性格悪いし往生際悪いし臆病で自己犠牲的なヘタレ男だよ。それでも一緒にいたんだろ？お互いの汚いとこなんか嫌ってほど知ってて、その上で付き合ってたんだろ？俺たちがお前をどう思ってどう付き合ってたか、お前が一番知ってるんじゃないのかよ。そりゃあさ、慕ってくれてるのは知ってたよ。でもお前は、お前を断罪したこと？じゃあお前は俺がお前のしたことに目をつぶると思ったわけ？
やっちまったこと闇に葬って仲良しごっこすんのが優しさって、ふざけんなよ。俺は幼馴染が大事な奴を傷つけたことを知ってて、見ないふりなんてできないんだよ。知らんぷりして友達ごっこ続けることなんてできないんだよ。認めて謝れよって言うのは当然だろ。隠されれば暴いてでもなじるのは当然だろ。そうじゃないのか。でも謝られて思い切り殴ればそのうち気が済むんだよ。そのために全部表に出したんだろ。ダダッコみたいにムカつくから殴ったわけじゃねえよ。見くびんな。俺はお前のことを見くびったつもりはないよ。だけどさ、俺が言うのもなんだけど、それって俺に都合良すぎるよ。つまり俺とわだかまりなくしてまだ付き合う気があるってこと？そんなの見ないふりするより無理でしょ。ま、どうせお前の方はぐずぐず引きずるんだろうと思ってた。当然だろ。こいつを傷つけた俺をお前は許せんの？それは許せねえし、許さない。だけど、お前自身の存在を許さないこととは別問題。確かにそれは法に関わる人間の基本姿勢だけどさ、我が身に起こって実行できるの普通いないよ。法で人間守ろうってやつが罪を憎んで人も憎むの前提って、お前怖いんだけど。でもそれ分かってて許すんだ。だから許さねえっつってるだろ。だけど連絡はしろ。シンはそうとして、お前は？お前はそれでいいんだ。おい、お前じゃなくて俺かよ。寂しそうだったのはお前だろ。ま、家族みたいな奴がいなくなったら違和感感じるのは普通だと思うけど。シン、お前って時々すごく甘いよな。心配になるよ。二度目はないからな。二度とやらないなんて言い訳じみたこと口にすんのはみっともないけど、ごめんな。お前らの兄貴がこんなんで。兄貴なら兄貴らしく弟に面倒見させんな。Thank you.
そう、それならよかった。おい、やめとけよ。いきなり看病コースだろ、それ。え？シン、そんなに弱いの？俺じゃねえよ、こいつだよ。ノンアルコールカクテルで酔っ払うんだから、勘弁してほしい。あの人、何余計な告げ口してんだ。へえ、一輝さんと付き合い続いてるんだ。そうなんだ。元祖お兄ちゃんとしてはちょっと焼けるな。じゃあそうだな、そのうち酔っ払ったシンとお前の面倒を見てやるか。元お兄ちゃんとしてな。おい、俺はそんなに酔わねえよ。たくさん飲むと頭痛くなるだけ。つかいきなりうざい。踊るの？踊って歌う。酔ってるくせにうまいところが微妙にムカつくんだよな。それお前、二人きりで飲んでたらステージ独り占めってことじゃん。実は嬉しいんじゃないの？トーマ、うるさい。俺も見てみたいけど、そんなによって体には支障ないわけ？二日酔いとか？シンはどうなのよ。酔ったら頭痛いだけ？素直になるシンってかなり貴重じゃない？俺あんまり酔えないんだよな。だろうな。気張ってんじゃないの？昔から俺たちといる時以外、張り付いたような愛想顔してんだろ。言われてみればそうだよな。もしかして俺、お前たちと飲むと酔ったりする？聞くな、知らねえよ。乗ってみたいけどさ、なんかそれでいいの？いいんじゃない。じゃあこいつんちで。トーマ、期待しない方がいいぞ。いや、期待はしてないけど、つか、おつまみなら俺割と得意よ。そりゃまあ、って3人で料理すんの久しぶりだな。あ、シンは今もやるんだよな。上手でもやんない男は多いからね。ちゃんと台所に立つなら感心だよ。二人
人でやる方が早いからやるだけ。昔からこいつが一番下手だったし、適性ないんじゃない？ま、俺は帰ってきて飯があるってだけですげえありがたいけど、今日のところはトーマもいるし、お前は皿洗い係でもいいからな。じゃあ俺、ハンバーグカレーがいい。お前相変わらず子供舌なのな。よし、それにチーズトッピングしてチーズハンバーグカレーにするか。あとはキャベツのごま油あえとか煮込み系も欲しいよな。お前が頼りないんだよ。変わんないな、お前ら。いつもだろう。ほら、行くぞ。あ、そうだな。バーカ、いつまでもニヤニヤしてんな。俺だって幸せだけど、そんな可愛い顔してると手出したくなるだろう。酔ってるよ。だってお前がすげえ可愛く見える。これって酒のせいだろ。知ってる。何度も何度も俺に写真見せに来て、こっちが好み、それともこっちってやってた。気に入ったよ。もう着替えなきゃいけないのか残念。わかってるって。少し酔いさましたらちゃんと出る。もったいないけど。このままもいいけど、ドレス脱がすのって男のロマンじゃん。やんないよ、後ずさんな。せっかくのドレス乱れるだろ。ベール擦れるし。このベール似合ってるな。
いいんじゃない。あいつなりにこの結婚を祝ってるって伝えてきたんだろ。あいつの気持ち考えたら呼んでいいのかどうか俺も迷ったけど。途中退場のエスコート役に指名した時、うざいくらい喜んでたよな。あいつの方がエスコート上手くてちょっとムカついた。んだよ、俺が花婿だっつうの。そんな風に褒められるとなんか照れる。お前は典型的なよく泣く花嫁。でも可愛かったよ、今までで一番。なんだよ、普段は。それならまあいいけど。手貸して。昔よくこうしていろんな約束したよな。大体お前の希望で。そう、約束する。これからはお前とずっと一緒。お前が拗ねてても泣いてても弱ってても絶対お前を抱きしめて離さない。もしお前が俺に愛想尽かしそうになっても必ず振り向かせてみせる。これからどんなことがあろうとお前を守って愛するために俺はいるから。約束。指切った。ああ、愛してる。もう離さない。